はい、皆さんこんにちは。今回もですね、眠れりゃ使っていくんですけども、今回合わせていくのはラビリンスですね。眠れりゃっていうデッキの性質上、通常召喚券をまず使わない、そしてエクストラデッキがほぼほぼ使えないっていう性質がありますので、まあエクストラデッキ使えないのは、こちらの新機能のせいですね。新機能のせいでエクストラデッキからペンディラムモンスターしか特殊召喚できないんで、まあ召喚券を使いながらなおかつエクストラに依存しないテーマ、そこで目をつけたのがこちらのラビリンス。ラビリンスは、召喚券切るのアリアンナですね。アリアンナ城とで、雑にビッグウェルカムラビリンスで妨害をかましていけるし、ビッグウェルカムラビリンスで戻すコスト、手札に戻すコストも、眠れりゃの方で調達できるので、まあそこそこ相性がいいと。でなおかつ眠れりゃで怖い事故をね眠れりゃバカクソ事故りやすいんですけど、それもまあこのダルマカルマだったりとか、次元消費とか無限放棄とか、まあ、普通にラビリンスのトラッププラス汎用トラップと思うのでね、事故を軽減していこうっていうデッキコンセプトで作ってるので、今回こちらのデッキを使って遊んでいこうと思います。はい、まずは1戦目、こちらの先行ですね。とりあえず眠れりゃの動きから先に通していきます。まあうらら飛んできたところで破壊の示しありますので、これはまあどっちから動いても変わりませんね。なんならうらら飛んできてほしいまである。それだったらね、相手がうらら2枚持ってきても、次のターンのビッグエルカムラビリンスが防げるのでっていう形ですね。で、エクストラに依存せず召喚券を切って動くテーマ、他にも帝なんかがあるんですけども、まあ、ここの増殖する G はスルーします。どうせ特殊召喚するのレベリー1枚なんで、相手は11交換と。なんですけど、他にも帝があって、ゴーライテイザブルグを使って、お互いのエクストラデッキを破壊しながら、眠れりゃちゃんを通していくっていうデッキもあるんですけど、あのデッキは、ゴーライテイザブルグ、どうしても表側表示で墓地に送っていくんで、眠れりゃのこのぶっぱ効果と絶妙にね、相性が噛み合わない。裏側表示のカードの数の枚数を増やせないっていう弱点もあるので、まあ、今回はこちらの、エクストラデッキ全く使わないタイプのラビリンスを使っていきます。で、相手はマナードゥーム、クシャトリラーですね。ただ、この、クシャトリラーユニコーンはめちゃくちゃ天敵で、こいつ、エクストラデッキ何でも除外するんで、眠れりゃ城問わされるんですよね。だから、こいつの効果は必ずレペッテで無効にしてください。まあ、逆言うと、こいつに対してはレペッテを吐かざるを得ないんで、そこだけはちょっと残念ポイントですね。で、相手はマナドゥームのトリットとカラリウム、同時に発動して、カラリウム2体並べてくる流れ切れを取りましたけども、まずは墓の示しでそれ2つとも止めていきましょう。墓の最強かこの数最強かもしれん。で、そっからマナドゥームリウムハートと。まあ、相手はどこまで展開伸ばしてくるかなんですけども、とりあえずこのタイミングで、マナドゥームモンスターをフィールドに供給しておきたくはないので、ビックリカムラビリンス発動して、オノヒメ特殊召喚していきましょう。さらに手札をコスト、戻すコストはクエットでいいですね。どうせ対象体制なんか機能しないんで、誰がクエットおる状態で対象に取ってくるねんっていう話なんでね。まあ対象に取らせないっていう強みはありますけど。で、都合よくこのアリアンナ城のドローで増殖する G 引いてきたんで、そのまま投げていきましょう。相手は、ノンコーマーで展開してくるかなんですけども、ライフビアを発動した以上に、このダルマカルマが絶妙に使いづらくなってしまって、ライフビアは守備表示モンスターが3体いると、こちらのカードを割ってくるんでね。できれば相手フィールドに3体並んだタイミングで、そう、これに対してダルマカルマをチェンジして打っていきたい。はーい。成功していく。まあ、ここでね、バンバン相手特殊召喚してますんで、ドローも加速して、会社のターンもバッチリっちゅうわけですね。これだったらライフォビアから、レペッテ、そして新機能を守ることができます。デッキタイプの性質上、ちょっと新機能ピン刺しなんで、ちょっときついところがありますね。相手はビシャスアストラウドから、レベル10新機能モンスター、カオスアンヘル。バロネスか昭恵の方が良かったんじゃないのって思うけど、なんか制約かかってんのかな、わからん。ああ、除外したかった。いや、でも、勝利でよくね。ああ、除外できなかったら意味ねえか。はーい、なんでもないです。ということで、こちらのフィールド、さらちにされましたけども、手札が潤沢だし、今の眠れりゃは、眠れりゃ城から入ると、2ターンで、まあ、会社の先行3ターン目ですね。そこで、エクストラデッキを削り切れますので、あんまり怖さはありません。まずは、適当なところで、トラップカードを出したいんで、ラビリンスから動いていきましょう。で、クックロック活動して、クックロック特殊召喚。そして、剣姫特殊召喚して、ビッグエルカメラビリンス。そこにチェーンして、次元消費打っていきます。次元消費じゃない。天狼接合を捨てたかったのになぜか次元消費を捨てていると。で、トラップカードを割っていきます。これでね、マナドゥームブレイクカードだったんですけど、まあ、この眠れりゃ城を通さなきゃいけないんで、あのトラップカードを割りたかったっていう話ですね。で、2枚除外して、獣族レベル10モンスターを2枚サーチと、さらにレベイの効果3枚除外して、これであと2枚。フィールドにはレペッテがありますんで、この効果によって2枚除外することによってダメージを半分にして特殊召喚、そして眠れりゃ城を起動。お布団全部剥がれたんで、相手のカード、フィールド墓地のカードを5枚除外していきます。いやー、マジで強いっすね、眠れりゃ城。でも、まあ相手はね、墓地リソースあんまりないんで、まあこのまま勝っていけるでしょうって形ですけども、
打点がね足りない眠れりゃね、なんか打点足りない時あるんだよな、なんでか知らんけど出し方が悪いんでしょうね。はい、全員殴って、あと残りライフは300。はい、で、レベギーですね。レベギーでトラップカードを持ってくるときにフィールドのモンスターを除去しとかないと、ビッグエルカムラビリンスも使いませんし、眠れりゃルームも使えないんで、そこだけはご注意くださいって感じですね。必ず1体はフィールドを開けるように動いていくとなかなかいいんじゃないかなと思います。相手のドローフェーズ、ドローしてくるのは、スケアクロ、ライヒハート、まあ、蘇生魔法ですけども、ここに関してルーブを発動していくと、ルーブからレアリゼを特殊召喚できますので、レアリゼは特殊召喚成功時、月の章を打てますんで、これでライヒハートを裏側守備表示にしていきましょう。これでリンク召喚もできずに相手サレンダーと。まあ、こんな感じで、ネムレリアの、まず動きを一旦して、次の自分の先行2ターン目、または後攻2ターン目にネムレリアが起動できますよっていう状況を作るのを耐えるためにラビリンスが入っているっていう形ですね。はい、それでは2戦目。相手は未開域暗黒界、デンジャー暗黒界ですね。なんですけども、まあ、相手のね、ソリティア眺めておくだけなんであれなんですけど、今回、ラビリンスデッキなんですけども、ビッグウェルカムラビリンス、こちらは入っていますけども、ウェルカムラビリンスについては入ってません。でそれがなんでかっていうと、ウェルカムラビリンスは発動後、次の自分のターン終了時までだったっけな、次のターン終了時だったかな、どっちか忘れたんですけど、エクストラデッキから悪魔族モンスターしか特殊召喚できなくなるっていう制約がつくんですよ。で、その制約は表側表示に存在しているペンデルモンスター、まあ、眠れリア城にもかかってきて、眠れリア城天使族なんでね、ウェルカムラビリンスの制約にかかっちゃうんですよ。だから、噛み合わせが悪いんで、今回はビッグウェルカムラビリンスだけ積んでいます。まあ、ラビリンスで戦うデッキではなくて、あくまで眠れリアで戦うデッキなんで、別にまあ、ビッグウェルカム1枚だけでも別に構いませんっていう感じですね。で、相手は、なんか、ブン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 回してますけど、どこまで強固な盤面を敷けるのか、はい。まあ、賞味、グラファー、いや、なんならやばいけど。セルリ飛んでくるとやばいんだよな。レペッティじゃない、ルーブを確認されましたね。モンスターだったらこれ、取られてるんで、かなりきつい状況になってましたけども、相手はルーブを見る。ここでね、運命力のなさが露呈してくるというわけですね。暗黒界の当局。暗黒界の当局さ、マジ相手ターンにもフリチェで融合するのなんとかならんかな。とんでもねえと思うんだよね。で、ジーランティス、謎のジーランティス、はい。そこからトロエメやケルベロスと、ケルベロスを出した後に、ブラックフェザー、聖域がドピロスじゃなくて聖のゼピロスを出しつつ、モンスターを特殊召喚して、わからんモンスター並べて、はい、並べた4体でリンク召喚してトロエメやグリフォン、まあよく見るタイプですね。ジーランティスで除外することによってリンクマーカーが、こちらのフィールドに向かなくなるんでね、まあ、エクストラモンスターゾーンには向いてますけど、それで、トロイメアグリフォンの効果によって特殊召喚されたモンスターの効果を好き取りしようっていうわけですね。で、なおかつ戦闘で破壊しようと思ってもトロイメアケルベロスがいるから戦闘で破壊をすることもできないっていうわけですね。ですけども、合金のドロー下地は全然突破できますんで、はい、合金打っていきましょう。まず6枚除外して2ドロー。で、これ最強ですね。ストービー来たんで、もう勝てます。はい。アリアンナ城でまずはビッグエルカムラビリンスをサーチ。そのまま眠れれの効果、新キロを持ってきて、新キロの効果によって2体のカードをサーチで、レベイの効果3枚除外して自身を手札から特殊召喚、さらに、名前されたけどオレイエ特殊召喚しつつ、剣姫も特殊召喚、そしてストービーの効果ですね。ビッグウェルカムラビリンス切っていきましょう。そしてビッグウェルカムをセット、そのままビッグウェルカムラビリンスを墓地効果、墓地から除外することによって対象トロイミアグリフォンを取ることによって相互リンクも外れるわ、特殊召喚されたモンスターの効果も発動できるわで、美味しいことしかないと。まあ、とりあえず殴っていきましょう。まずぶち殴ってジーランティスを破壊、まあ、ジーランティスの効果もありましたけど、あいつは相互リンクの数だったかな。バトルフェーズ中になんか割れる効果持ってるんですけど、こいつ相互リンク状態のモンスターの数までですね。なんで出す場所が悪かったね、相手はね。まあ、こっちがラビリンスって分かってなかったからあんな形になったと思います。そしてレベイの効果によって、レペッテをサーチ、そのまま肉声してんのですね。まあこうなったらまあそうそう負けないし、相手デュガレス使ってるからドローフェーズはスキップされてるし、まあ、基本勝ちでしょ。はい、で、どちゃ暗黒界を展開していきますけども、あんまり関係ないですね。で、今ここ間違えてレベイユ切ったんですけど、まあ、どっちも変わらんけどね、レベイユ切ろうが、オノヒメ切ろうが変わらないんですけど、まあ、墓穴ケアで、これを持ってくるのはいいんじゃないかな。とりあえず、レペッテの効果によって、相手の蘇生を、レペッテで止めていきます。こいつは3枚除外することによって、蘇生を止めることができますし、これによって、眠れる野城が、お布団全部剥がれたんで、次のターン起動できると。で、相手はまたまたリンク召喚してきそうなんで、レアリザを特殊召喚して月の章を打っていく。で、ここ多分相手ね、セルリを墓地に送って、ドネーカしてこっちのフィールドにセルリを特殊召喚して、
何かしらの効果を起動しようとしてくるんで、墓地のルーブの効果によって、デスキャスターの攻撃力をゼロにすることによってセロリの戦闘破壊を防いでいきます。まあ、これが安定ですね。そして相手はターンエンド、アリアンナ城の効果とストービーの効果、そしてビッグエルカメラビリンスと、剣姫の効果を発動していきましょう。次元消費をセットしたところで相手がサレンダーと。まあラビリンスが強いのかないやでも次のターンに相手の盤面サラチンするのは眠れエリア城なんで、やっぱり眠れエリア城が強いっちゅうわけですね。はい、ということでデッキレシピですね。デッキレシピはこんな感じです。ラビリンスで入ってるのがアリアンナ城3枚、そして斧姫剣姫が1枚ずつ、あとはストービーが2枚とクックロックが2枚ですね。でそれプラス入ってるのがラビリンス、ラビリンスとビッグエルカメラビリンスが3枚っていう感じですね。であとは眠れエリアのパーツをぶち込んでいる、まあほんと単純に組んでいる眠れエリアラビリンスになっています。まああと使ってみると強いのがダルマカルマ、そして、次元障壁ですね。天狼雪国を入れようと思ったんですけども、天狼雪国と次元障壁の枠がめちゃくちゃ迷っていて、だから気分によって入れ替えてます。ここ次元障壁なのか天狼雪国なのか、なんか一生の課題になりそうなんで、まあお好きな方をお好みで使いくださいって感じですね。で今回なんですけども、エクストラデッキマジで使わないんで、前回作った眠れエリアのエクストラデッキそのままぶち込んでますね。はい、除外されていくだけなんで、まあ、とりあえずあれですね、相手のエクストラデッキ破壊に対応できるヌトスとかマロンとか、まあ、とりあえず入れといてもいいんじゃないかなと思います。それがこの3枚以外は使わないですね。あとワンチャン掴みに行けるのはジャガーノートリーベ、そしてグスタフマックスですね。エクストラデッキからの特殊召喚を制限するのはあくまで新キロのサーチを通した時、そして、レベイを通した時、この2パターンなんで、クエット並びにオレイエ、こいつらを使うときは召喚制限かからないんですよ。なんで頑張ってくださいっていう感じですね。このネメレリア城もね、発動するターンは自分が特殊召喚できないだけなんで、意外とランク10エクシーズを出しやすいときもありますけども、そんなに頻度は少ないんで、まあこのグスタフマックスと、ジャガーノトリビだけでいいかなって感じです。合金で飛んでも別にダメージじゃないんで、まあ持ってる方は3枚ずつ積んでもいいんじゃないかな。俺持ってないんですまないけど、はい、どうせラビリンスで勝てるんで、ラビリンスで勝てるって言っちゃったわ眠れエリアが勝てるんで、まあ、あんまり変わらないです。ということでこちらのデッキ、使ってみるとねマジでね面白かった。なんなら眠れエリアなんか、いろんなパターン使ってみようかなと思ったけど、なんかこのデッキ超えられそうにないぐらいには面白かったんで、ぜひ使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。